出てる。今配信されています。で、ここでタグ付けでできるのかな。タグ付けがわかんないな。いっか。なんかその山、まあいいや。ちょっと始まっちゃったんで。それで、この山川先生を、のリンクをコピーして山川先生にこんな感じですとか言って書いてまーす。うん。よいしょ。ユーのサイズ感とか山川先生、いや、これか、こんにちは。こんにちは。明日から横浜の、神奈川県民ホールでノーウォー横浜展が開催されまして、こんばんは、江城さん、こんばんは。今ですね、搬入明日なのにですね、直接今書いておきます。こんばんは、えちろさん、こんばんは。今ですね、これでいいのかな。で、こちらは史上初の、AI とのコラボということで、部学座の源宝四郎さんとアートコラボをしまして、こうやって書いてます。源さん、今何書いてるんですか。七支刀という7つの刃がついたですね、刀、剣ですね。こちらを描いてます。すごいいい感じに馴染んでる絵に。なんかどこまでが AI が描いたところで、どこからが江代さんって、江代さん、新規子、江代って読めますよ。江代で合ってましたか。江代和馬さん、こんばんは。すごいね、源さん、うまいね。ぴったり。すごいね、ぴったりだね。で、これを手に持つ感じですよね。はい。この AI が作った素晴らしいって、ありがとうございます。皆さんぜひ現物をね、横浜に見に来ていただけたら嬉しいんですけれども、どこが人間が描いたところで、どこがこの、AI が描いたのかなっていうのを、絵を見ながらちょっと見ていただくとかいうのもいいかなと思います。私ね、筆を折ろうかなって思うぐらい AI が。龍はどこにいますか。あ、原さん、原さん、龍なんですけどね、こちらを私ここに書こうと思ってまして、いいですか。ここにちょっと今サイズ感とか書かせていただいてやってみようかと思います。ね、原さんがこの理由は選んでくれたのかな。そうなのかしら。そうですか。じゃ、原さんのこのおすすめの理由がですね、これから絵に入ります。ちょっとこの錆びついた感じとかもいいのかしら。どうっぽい感じとか。ちょっと。まあ、躍動感のあるのに描いてもいいのかもしれないし。だってこれは、だって、着物みたいな感じ。はい、テミスの、水が出る竜ですね。山さん、これはどの、何という文字のこうビジュアル化したものなんですか。こちらは地獄の門と、こっちは、弁財天で、そうですね、ま、天国のような、ね、天界をイメージしてますね。で、この七支刀を
こう、まあ、希望の剣という形でですね、登場してですね、こちらはその地獄の門というのは、ダンテの新曲という作品の中に登場するんですが、名文が書いてありましてですね、我を通る者は一切の希望を捨てよと書いてあるんですけれども、門ってね、ものなんですけれども、一人称で書いてあって、自分を通り抜けるものっていうふうに書いてあるんですね。それの解釈としてですね、まあ、人が、誰しもが誰かをこう地獄に貶める可能性があるっていうことを、まあ、まあ、示しているっていうようなね、その解釈がありまして、まあ、その象徴としての地獄の門。一方、こちらの希望の剣っていうのがですね、まあ、これを持つ者は、希望を得られるっていうことでですね、誰しもがその誰かに希望を与えることができるっていう、そういうその、まあ、対決というかですね、で、ここに今、そのダンテがいるんですけどもね、この顔は私が自分で描きました。いや、わかんないですよ。これが、もうどこまで人間が描いて、どこからが、この AI だったのかっていうのが、なんか馴染んできてわかんなくなってて。はい。それで AI は、この、なんか、細い、ステッキというかね、槍みたいなものを、棒状のものを描いたんですけど、これも、七支刀に描き加えるというかですね、予定です。こちらのね、世界と世界を行き来するパラレリア、何あってましたっけ、パラレラーズ。パラレラーズ。パラレラーズという概念を、考えたんですけど、パラレルワールド。パラレルワールド。パラダイムシフト。パラリンピック。そうですね、で、あとパラミーターはサンスクリット語で、仏教用語で、完全性とかですね。で、完全性を目指しながら、それを補い合う関係で、AI と人類が共に制作するというようなヒント。また、その、時空間を飛び越えるような、出会いを、していく。で、使命、ある使命を持って時空間を超える、働きをしたり、することができる人物を、パラレラーズっていうアベンジャーズみたいなそういったものだというふうに概念を作りまして、で私も最近パラレラーズなんですけれども、こういったことがやりたいなと作りたいなと思うと、なんかすごい最高の仲間と出会えたりとか、そういったエピソードと出会えたりとか、過去の長倉新八さんの書と出会えたりとか、なんか時空を超えて思いが引き合うような感覚があるんですけど、これからそういった不思議な時代になっていくのかなって。で、これから謎を解き明かすようなシリーズ、パラレラーズシリーズを作っていきます。その最初の公開がですね、明日、神奈川県民ホールにて行われます。このアートでね、ぜひ目撃しに来ていただきたくって、で、皆さん自身もパラレラーズなんじゃないかなと思います。で、皆さんご自身のご人生の中でのミッションだとか、何か、あ、本来こういうことをしたかったのかとか、いうことが、この絵と出会うことで見つかったらいいなと思っていまして、で、AI っていうのは、一方では、ものすごく優秀なんで、こんなすごい絵1分で描いちゃって、で、私、いや、もう、かなわないなって思うところが正直あるわけなんですけど、これからたくさんの仕事が AI によって失われています。で、その時に AI を人類の敵だっていうふうに見るんじゃなくって、双方補い合いながらいい関係を作っていってっていうことを AI とも戦わずに、共存していくっていうことを今回このアートのテーマとして提唱しています。横浜能王展、平和を願う、この展覧会でこちらのシリーズを発表できること大変嬉しく思っております。
今日はピンクのねドレスなんですけど、ピンク色は私の反戦のテーマカラーで、桃色ゲリラのパフォーマンスを20年前の、同じくの横浜ノーボー展で、発表しました。でこれからの戦争っていうのは、戦争の反対活動、ノーボー活動っていうのは、何かの政府に対して抗議をするとかいうだけではなくって、この AI が、人間とどう共存していくのかとか、また AI の、凄まじいこの情報処理能力っていうのが今実践でドローンとして使われていたりするわけですけど、戦争じゃなくこの H をもっとみんなが共存し合う方向に使おうというような、活用しようというような意味も含めています。そんなわけで竜を描いています。ちょっと竜の、ね、画家ですからね。そう、私竜の画家だったな。面白い。なんか、あ、ちなみにですね、こちらの弁財天の絵は、今日私は弁財天も意識したドレスなわけなんですけれども、楽園とか愛とか豊かさをみんなにこう分け与えられるような、そういったイメージです。で同時に私ずっと作りたかった原発事故とか核兵器とか、核兵器の核実験だとか、環境破壊で海がプラスチックだらけになったりとか、地球上で人間活動によってさまざまな生き物が犠牲になっています。で戦争でも犠牲になっています。そういった人たちの魂ってどうするのかなっていうのがあって、でこれから人類が戦争を本当にやめていくときに、何かメモリアルな傷ついた人たちの心や体を集めた平和のスタチューを作りたいなっていうことをずっと思っていて、今回はこの AI ちゃんが描いてくれたドレスの中に、見えたイメージの中にお魚とか、その、いろんな人々だとか、実際の戦争で犠牲になった方っていう要素も含めていきたいと思っています。ちょうど時は8月15日、明日は日本でいう終戦記念日。でもこれが戦勝記念日である国もたくさんあります。沖縄では地上戦が続いていましたから、9月の4日が、本当の終戦記念日、平和の日と言われていると伺ってます。8月は戦争の記憶がたくさんある時で、でそれをどう乗り越えていくのかということを、明日からの展覧会で皆さんと一緒に考えていきたいと思っております。でそのスタチューは暗く沈んだものじゃなくて、もうなんか楽しいみたいな、で過去の犠牲になった人たちも一緒にパーティーするみたいな、そんな感じに作っていきたいと思います。どうご期待です。作ろうと思っててその作品に取り組めてなかったから、今回すごい不思議なタイミングにこの作品が作れて本当に不思議ですね。皆さん、はい、そうですね。私たちも武学っていうやってるんですけども、その中でやはり農耕っていうメッセージとかそういったものを伝えていきたいなと思っていた中ですね、またこうやってなんで侍って言うと戦いのイメージなのに、なんでそれが農王になるんですか？実は侍というのは戦わないために技を磨いたり、戦わないために戦わずして解決するためにこう知恵を巡らせたいですね。そういうことをしてたんですね。で実のところ侍が
戦ってばかりいたんではなくて、能であったり、知能であったり、文化教養をですね、たしなんでいたりですね。そういう面でもね、絵画が、文化的側面をもうちょっとこう、皆さんに知っていただくっていうのも大切かなって思っています。まあですね、その、兵法、兵法っていうんですけれども、兵法は兵法、平らな方っていう教えがあるんですけれども、平和に解決するっていうことこそが、最高の、まあ、目指すべき、その対処法っていう、がありますね。でそういうところですね、侍っていうのは逆に平和のね、思いを持ってたんだっていうのを伝えていきたいなと思います。このパラレラーズの作品の中には、たくさんの侍が出てくるんですよね。そうですね。でこれはのダンテの新曲から、モチーフとした地獄の門のイメージなんですが、東洋のエピソードが盛り込まれてたりとか、侍が出てきたりとか、過去と現代、東洋と西洋、さまざまなことをミックスしていきますので、皆さん、あ、コメントいただいてますね。コメント。戦争をどう乗り越えるのか楽しみです。足立さん、ありがとうございます。ロペス・オットさん、私はあなたの芸術が好きです。ラテンアメリカから、Thank you! Thank you, Mr. Lopez. My name is Lena Masuyama, and his name is 幸四郎源 and with 原さん and Isamu君 This time we produce and start a new art movement named Paramita.パラミタ is a art organization じゃなくて、なんだっけ、コレクティブ、art collective that to make more beautiful and peaceful world with AI. AI はオートマン、なんだっけ ?AI って人工知能、なんて言うんですか、なんだっけ ?AI は、AI and human?okay, just a moment. Anyway, from tomorrow, we start a new exhibition, No War Yokohama 展 in Yokohama Kenmin Hall Gallery. So let's welcome and join us. Thank you. ありがとうございます。ぜひですね、会場に訪れていただいて、そこで皆さんで、じゃどうやって平和を作ればいいのっていうこととかを話したりとか、なんかこの絵を見ながら意見を言っていただいたりとかしたら嬉しいなって思いますね。楽しいね。めっちゃ楽しい。近いうちにまた日本に来てあなたの作品を見たいと思っています。Thank you, Mr. Lopez さん。My name is Lena Masuyama and I live in Tokyo, Hino City. And this atelier is my atelier cafe. So you can, every day, where atelier is open. So please come and join us and, let's collection Lena Masuyama painting, Paramita painting. Thank you. Bye bye. 大丈夫かな?じゃあ、絵を描きますので、そんな感じで、ぜひ、ノーウォー横浜店いらしてください。16日には、なんとですね、豪華なことに本当の人工知能開発をしております。山川博史先生をお迎えいたしまして、AI と人類、どこに向かっていくのか、また、アーティストは今どんなことを取り組んでいけばいいのというようなことをお話ししていきたいと思います。See you soon. Bye bye.